1899年のスークの様子中にスキュー、市街は商業、工業の中枢を担っている。スークはかつて活気に溢れ、地中海地域に輸出も行っていた。最も重要な輸出製品は、豊作の年は小麦、さらに夏目やの実やオリーブ、蜂蜜、ロー、塩漬け魚、布、絨毯、羊毛、スウェード、革製品、造毛、骨董品、 国産がアフリカンスパイス、木材、麺、香水、織物など多岐にわたった。主工業の事業主等の店は旧市街周辺に集中した。染色業者はアルジェリア門内、カジヤはバーブジャディード周辺、バグ製造業はバーブマナーラ周辺というようになっていた。フランス門周辺はキリスト教徒の商人らのホテルが多く存在したが、商人らは ヨーロッパ式の建築方式を踏まえ県を連ね、中庭のないスタイルで建造した。そのためスークや婚礼等の祝祭用スペースが設けられていない。また、スークの大半がメディナ中心に見られる礼拝所の周辺に位置し、ほぼすべてが覆われていて、雨や日から守られている。最も有名なスークは、スークエルアッタリーン、またはスパイスや香水症。 スークエル・コマーシーン、スーク・サーガ、スーク・エル・ガゼル、スーク・エル・カシャーシーン、または、雑貨ー、スーク・エル・クトゥビーン、ろうそくーのスーク、スーク・エル・アラーフィーン、など多く区のスークが、メディナ中に展開している。スーク・エル・アッタリーンこのスークの記録が始まったのは、ベル・ホージャの著書、ムアーリム・タウヒード及びスライマン・ムスタファーズ・ビースの、チュニス級市街の名所である。 西暦13世紀にあたるヒジュラ歴7世紀に、ハフス・アサの創設者、アブーザカリヤー一世によって、スークの建設が完了したとされる。ムハンマド・ハシャアイ氏の著書、チュニジアの習慣と伝統の記述によれば、同スークは、ジャスミンやバラの香水、リュウゼンコウ、ヘンナなどで有名だったという。北オクラーブリーヤ通り、スークエル・ブラーギジーやシリ、ベン・アロス通りに続き、 西をスークトゥルク、南をスークエルフェッカへと続く。スークエルアッタリーンは、在ーナモスクや国立図書館など、歴史上重要な名所を誇っている。スークエルブラーギジーやこのスークの始まりについては、諸説ある。一説では、君主不正にらしいドベン不正にベンありの時代に、遡るとされるが、1768年、 アリバーシャー2世の時代に建設されたとの説もある。スークエル・アッタリーンとカスバ通りの間に位置し、建設当初からベルガやカンタラという伝統的な革靴を専門としている。現在に至るまで、この革靴が売買されているものの、基本的に現代的なものとなっている。このスークは、カスバ通りとスークエル・ベルカの間に位置し、ハムーダ・バーシャの時代に建設された。政府宮殿。 ダールエルベイの周辺にある。カーペットや綿織物、絹織物の売買に特化していたが、現在は数々の店が宝飾品や貴金属を扱っている。ベン・アビディナールのムーニスによれば、このスークはスークエルベイの延長とされ、西暦17世紀にあたるヒジュラ暦11世により、認識されている。奴隷貿易に特化していたがチュニジアにおいて1846年より、 奴隷制が廃止された。現在は、宝飾品や金、貴金属の売買が行われている。西暦15世紀、スペイン・ポルトガルから追放されたイスラム教徒及び、ユダヤ教徒のヒジュラが始まった。特に、アンダルシアの者の,の多くは、北アフリカのチュニジア、モロッコ、アルジェリア、そして、リビアに定住した。一部はイタリアにどまり、そこでは、フェルナンド2世大公が、 経済、商業活動を可能にした。同校の死と共に、そのほとんどがチュニスに移動し、チュニスの工事に住んで、スークエルクラーナで商業活動に従事した。農業製品や動物、伝統工芸品の輸出をしていた。扱われた伝統工芸品の例としては、写真やサハラ由来の材料、ダチョウの死亡、造毛、伊賀、鉱石、金などが挙げられる。また、 最高級品、工業製品、絹、麺、砂糖や、スパイスなども扱っていた。このスークは、ジャーミア・サーヘブ・タービア周辺に位置し、ハルファー・ウィンのシディ、アブドゥエス・サラームモに繋がる。同スークは、ユースフ・サーヘブ・タービアが建設し、1812年の落成式をハムーダ・バシャが監督した。このスークには特定の商業がなく商業活動は様々で、 一部はモスク、墓、学校、ハンマーム、城、道などの建造物である。このスークは薬草売買に特化している。スークの道は狭く、大部分は屋根で覆われている。旧市街中心にあり、在屈がモスクから始まって、南をスークエルカシアシーンへと続いている。また、スイバー議員通りからのアクセスも可能である。このスークは、 スークエル・カバーブ・ジーヤと名付けられているが、これは、コッパ職人たちに由来する。伝統衣装の売買に特化している。スークエル・ベルカと、並行で、スーク・トゥルク、スーク・サカージーンへと、それぞれつながっている。このスークと周りのスークは、スーク・トゥルクの建設と同時に建てられた。建設は、ユース・フダイによるもので、紀元後十七世紀頃と言われる。ハフシ時代に建てられた。 このスークは、かつてスークエルアッタリーンで売られていた、香水抽出用の花の売買をしていた、スークタイビーンとして知られていた。在ーがモスクに隣接していて、本売場のスークとして活発だったため、この名が名付けられた。このスークは、目抜き通りに位置していて、スイカモン、ジャズイラモン、西を在塗なモスクあたりへと続いている。ハフスワサノスルタン。 アブー・ウマル・オスマーンの時代の前の15世紀頃、スーク・ラ・マーディーン後に建設されたという説が有力である。スーク・エル・コマーシュは国産のカーペット、インドから輸入したカーペットの売買で有名だった。現在はザルビーヤやマルゴームといわれるカーペットなどの伝統工芸品を扱うスークである。スーク・トゥルクから見て右側の入り口にはイブン・オス・ポールの埋葬された。 聖者病がある。このスーク建設の歴史は13世紀、ハフシ長時代に遡る。当時、同スークはスークスイファーリーンとして知られた。かつての唯一の専門は銅で、銅製品の製造、塗装、売買を行っていた。現在同スークは、主要商業活動に加え様々な商業活動が展開している。このスークへは、 サラージン通りを通って到達することができる。サカー,ジーンという言葉はアラビア語のシャカーズ委員、すなわち足数の製造を専門とする職人シャッカーズの複数形の添加である。足数とは蔵の革製品のことで15世紀から普及していた。同数区の復旧は不正便ありの時代に完了した。蔵や馬術用品の製造で知られたが、 現在は二人を除き職人が残らず、スークの店は、その他の食や商業活動ための商店へとなり変わった。チュニスの庶民的なスークの一つである。シデイ・バシール広場から始まり、スペイン通りやコムスイーン通りの終着点で、ジャズイーラ通り周辺のブラジル広場へと続く。このスークは、中国や東アジアからの様々な輸入製品を専門に、扱っている。 スークトゥルクの様子17世紀、ユース・フダイがこのスークを建設した。古美術品や異物などが売られていた。その後ジュッパや、ファルマラ、サドリーや、サルワールといった伝統衣装や、様々な伝統工芸品を専門とするようになった。シデイ・ベン・アロース通り、または、スーク・エル・ベー、スーク、エル・ベルカ、スーク・エル・カバーブ・ジーヤ、スーク・エル・コマーシュ、スーク、 エルアッタリーンから到着可能である。シャシーヤやヤコのスークは三つのスーク。スークエルハフシ、スークサギール、スークエルカビールの混合からなっている。後者二つのスークはハムーダ馬車、補正人に,によって建設された。シャシーや工芸集団が主要だった。伝統的に利益の高いシャシーや工芸関連はアンダルシアからの移民の流入とともにチュニジアの地にもたらされた。 チュニスのメディナには独自の式典用の刻印や機械、ルールなどがあったことから写真や工芸やその他の工芸は同地の独占状態だった。また、同地には倫理やモラルを見張り、争いが広がらないように見張る係がいた。ありがとうございます。